曽根崎真中、曽根崎真中、曽根崎真中、旧字曽根崎真中、曽根崎真中は、世話物浄瑠璃、江戸時代における現代劇浄瑠璃。一段、近松門左衛門作。1703年、元六十六年竹本座所演の人形浄瑠璃、文楽。後に、歌舞伎の演目にもなる。相愛の若い男女の真獣の物語である。 この世の名残。夜も名残。死に行く見よたと振れば、あ立しが、原の道の下で始まる有名な道行きの最後の段は、未来上物疑いなき恋の手本となりにけると結ばれ、お初と徳兵衛が命がけで恋を、まっうした美しい人間として描かれている。曽根崎新中は、元禄十六年四月七日、千七百三年五月十二日、早朝に、 大阪道島新地、天満屋の女郎、初、本妙妙、21歳と、内本町醤油賞、平野屋の手代である、徳兵衛、25歳が、西成郡曽根崎村の天神の森で上司した事件を、題材にしている。この事件以降、露天神社は、お初天神とも呼ばれることが多くなった。人形浄瑠璃、曽根崎真中の初演は、同年5月7日、 6月20日の道頓堀にある竹本座での公演であったが、その時の工場によるとそれより早く歌舞伎の演目として公演されており、人々の話題に上った事件であったことが伺われる。宝永元年1704年に刊行された新十大牧巻ん、大阪の部にも、曽根崎の明けのとして同じ事件のことが小説の形で記されている。 この演目を皮切りとして、真珠物ブームが起こった。地松の代表作の一つである、真珠天毛島も、強法五年1720年に発表されている。またこうした真珠物の流行の結果、来世で二人の愛が結ばれることを誓った、真珠事件が多発したため、江戸幕府は、強法八年1723年より、上演や、 脚本の執筆や発行を禁止するとともに、新珠者の一方が生存した場合は極刑を申し渡し、双方生存の場合は晒し物にした後市民権を奪い、真珠死した遺体は親族に下げ渡さず一切の葬儀を禁ずるなど、真珠事件に対して過烈な処置を行ったが、その後も江戸時代飢金や天命の打ち壊しといった事件により、民衆での真珠は流行していた。 西国三十三諸巡礼を終えたお初は、この観音巡りのシーンは現在は割愛される場合が、多い、醤油屋の手代、徳兵衛と最後の観音巡礼の地、幾玉の社で偶然の再会をする。二人は巡礼以前から恋し合う仲であった。巡礼中に、頼りのなかったことを責めるお初に、会えない間に、自分は大変な目に遭ったのだと徳兵衛は語る。徳兵衛は、 実の叔父の家で、デッチ暴行をしてきたが、誠実に働くことから信頼を得て、娘、徳兵衛には、十枚と結婚させて、店を持たせようとの話が出てきた。徳兵衛は、お初がいるからと断ったが、徳兵衛が知らないうちに、叔父が勝手に話を進め、徳兵衛のマま母相手に、血納金を入れるところまで済ませてしまう。 なおも結婚を講示する徳兵衛にとうとうおじは怒り出し、感動を言い渡した。その中身は商売などさせない、大阪から出て行け、付け払いで買った服の代金を7日以内に返せという、ものであった。徳兵衛は、やっとのことでママ母から、血のう金を取り返すが、それをおじに返済する段になって、どうしても金がいるという友人、区平次から3日限りの約束でその金を、貸してしまった。 徳兵衛が語り終えたところに、兵平次が登場。同時に、お初は,は、喧嘩に巻き込まれるのを恐れた客によって、表に連れ出される。徳兵衛は、兵平次に返済を迫る。が、兵平次は消門まであるものを、借金などは知らぬと逆に、徳兵衛を、公衆の面前で、詐欺師呼ばわりした上散々に殴りつけ、面目を失わせる。 兄弟と呼べるほどに信じていた男の手ひどい裏切りであったが血脳筋の横領がないことを死んで身の潔白を証明する以外の手段を特衛はもはや思いつかなかったそこで特衛は覚悟を決め日も暮れて後日そかにお初の元を訪れるお初は,つは他の人に見つかっては大変と特衛を縁の下に隠すそこへ 九平次は客として、お初の元を訪れるが、お初にそっけなくされ、徳兵衛の悪口を言いつつ帰る。徳兵衛は縁の下で九平次が、お初に、下り顔で語る、騙し取った金の話に怒りに身を震わせつつ、縁の下から出てきた時に、お初に死ぬ覚悟を伝える。やがて真夜中、お初と徳兵衛は手を取り合い、曽根崎の露天神の森、メイドへの旅の始まりとなるところへ、 あたりに気取られないよう道を行く、同行分。互いを、連里の松の木に縛り覚悟を確かめ合うが、最後に及んで特衛は愛する、お初の命を我が手で奪うことに躊躇する。それを、お初は、早く、早くと励まして、ついに担当でお初の命を奪い、ついに返す派で自らも命を絶った。かくして、現世で非連に満ちた最後を遂げた二人の死を、 未来成物疑いなき恋の手本となりにけりと、大世での固いちりとして、結末となる。なお、歌舞伎では、徳兵衛のおじが帰らない徳兵衛を探して、天馬屋を訪ねてくる場面と、お初と徳兵衛が、天馬屋を抜け出した後に、油屋の手代が天馬屋を訪れ、それによって旧平次が徳兵衛の金を騙し取ったことが、露見する場面が追加されている。 人形浄瑠璃の演目はそれまで、山と竹る伝説や、義経物語など人々によく知られた伝説や、伝承を描くものであったが、近松はここに、同時代の真珠事件という属性の物語を持ち込みこれまでの歴史、時代物に対して世話物と言われる新しいジャンルを作り上げたと言われている。属性の事件を客色するというやり方は、当時すでに洗礼があったが、この作品を、 最初の世話物と位置づける本は、今若三沢年代記、1727年、下大年間、1757年などいくつかあり、この作品が広く、浄瑠璃界に広まっていたことがわかる。なお初演年,年、1703年の竹本座では、時代浄瑠璃の日本大代の上演を、当日二部目の演目とされている。短い物語ではあるが、世間の事件を、 上流で描くという試みや作品としての面白さが受け、曽根崎新中は当時の人々に絶賛された。今若三沢年代記には、その結果、竹本座が抱えた借金を返済してしまったとのエピソードが伝えられている。曽根崎新中の題材となった事件の現場、大阪市北区曽根崎二丁目の露天神社、露天神社のこと、事件の概要は、 元六十六年、千七百三年四月七日に、天神の森、現在の社の裏手で、内本町、平野屋の手骸、徳兵衛が、道島新地、天馬屋の遊女、お初を、その同意のもとに殺害し、同人もその場で自殺した、相対死事件である。ところが、一月後、近松門左衛門はしばらく筆を休めていた後の作品として、この二人の比例を人形上るり、 ソネザキ神として発表した。この作品は、近松の期待通り、当時の世相人情の機微をつかみ大反響を得て、大きな話題となった。また、事件の神社は一躍有名となり、そのヒロインである、お初の名前から、囲碁教に至る間、お初天神と、通称されている。平成16年、2004年4月7日には301年祭として、露天神社境内に、 ブロンズの遺霊像が混流され、平成十七年、二千五年四月七日には、大阪伝統文化を育む会の主催により、写真展、資料展が開催された。近松は、曽根崎真中の中でお初を、三十三に御身を変え、色で導きな酒で教え、恋を、菩提の橋となし、渡して観世音、近いは妙にありがたしとお妙の名と観音信仰、明治前は、 神仏集合が状態あったので、神社と分けて考えなよおかけ、未来成仏疑いなき、恋の手本となりにきりと結んでいる。なお、お初は、天満屋での呼び名であり、墓所、慰霊碑に記された久さな寺、大阪市中央区中寺での戒名は妙力新如で、あることから、お妙などが推測される。お初の墓石は、天満屋が、事件後に、久さな寺に建てたが、 明治の廃物希釈などのため所在が不明となり、その後2002年、平成14年、お初の300回期を記念に、当時の住職と段からの手により再建されている。江戸時代に初演を含め数回で禁止されたが、筋が単純であることもあって長く再演されない、ままだった。師匠は美しいため、お牛宗来が暗唱していたとも言われる、大田南保、1話一言。 戦後の昭和28年、1953年に、歌舞伎狂言作者の宇野忍が脚色を加え、復活した。人形浄瑠璃では、昭和30年、1955年1月に、復活公演が行われた。昭和53年、1978年4月29日、公開。ほか、1981年10月完成。 昭和56年1981年11月11日より、日比上げ術座にて限定上映。昭和58年1983年7月2日より岩波ホールにて一般公開。人形図い、ほか、太陽、ほか、三味線、ほか、小国魂神社、露天神社など、実際の舞台、または原作に登場する場所などで、 露天の舞台をしつらいて撮影が行われた。また、格の関係なく人形遣いは全員が国衣装束を着て演じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。